子様。シーヨちゃん、この怪我は一体どうして。先日の崩落事故で、この子は一命を取り留めましたが、もう一人の子は。そんな、どうして。泣かないで、巫女様。ミーアちゃんはね、私をかばってくれたんだよ。シーアちゃん、私ずっと心のどこかでミーアちゃんみたいになりたかった。明るくて元気なお姉ちゃん。でも最後に言ってくれたの、ずっとシーアの胸の中にいるからって。だから私は大丈夫だよ。分かったよ、もう分かったから。ゆっくり休んで、シーアちゃん。絶対に良くならなくちゃダメだよ。はい。それとね、ビクトーカー、お母さんを許してあげてね。お母さんも本当は分かってるはずだから。私にはまだやるべきことがある。今は行かないと。